相沢理沙は、日本の女性アイドル。デンパ組、インクのメンバーで、同グループではリーダーを務める。元妄想キャリブレーションの桜の佐とも、コラボユニット、ラビリスを結成している。大阪府と夜中市出身。愛称は、リサチー。デンパ組、インクでのキャッチフレーズは、2.5次元伝説。担当職は白。大阪府と夜中市出身。 サラリーマン家庭で定枚のいる三人兄弟の長女として生まれ、親の転勤に伴い5歳で東京都へ転居。幼少期から中学時代までのことはあまり記憶に残っておらず、ヒステリックで自分をうまくコントロールできないタイプの子供であったと熟解している。これが原因となって消極的な性格となり、後に引きこもり状態に陥る要因の一つになったとしている。 中学進学後に出会った先輩がコスプレイヤーだった影響で自身もコスプレをはじめコスプレ会場や同人誌の即売会に足を運ぶようになる。高校進学後足りない出席日数を補う目的で生徒会にところ属し生徒会員のほとんどがオタクだった影響で秋葉原へ通うようになる。高校卒業後は文化服装学院へ進学。同時期に 秋葉原で出会ったコスプレイヤー友達からメイドカフェの存在を教えてもらい当時働いていた薬局のアルバイトを退職してメイドカフェの面接を受け採用されるそこは当時できたばかりの店でオープニングスタッフとして働くことになり料理の腕を買われキッチンメイドとなった後にその店舗が閉店しまたメイドカフェで働きたいと思っていた折に秋葉原 ディアステージのオープニングメンバー募集のホームページを見つけ、応募。5分ほどの面接ですぐに採用が決まったという。入店当時はアバン店の勤務で電波ビル移転後は営業店長のようなものを任されて大変だったと述0している。その後、同じくディアステージ従業員である古川美林がお和田明かりと電波組インクの前身となる。 アイドルユニット、デンパ組を結成する一方、並行して、アイザーとも、ユニット、ミリン・ミームを結成し、活動を行っていた。2009年6月、PC ゲーム、トロピカルキススの主題歌を歌うメンバーとして、選抜された、古川、オアダ、西村、そして当時入店したばかりの夢、眠りネムの4名で、デンパ組、インクが結成された。結成に際しては、 もともと、伝ぱ組として活動していた2名に相沢と、夢眠りが加わったという形ではなく、主題歌オーディションを受けたのが偶然この4名であった、ことがきっかけであるとしている。2011年8月より、ディアステージで料理イベント、リサご飯を定期的に開催しており、2015年に、主婦の友社から単著として、料理本、リサご飯レシピを出版するまでに至っている。 2013年、2014年、2016年に放映されたショートアニメ、闇芝居では声優を務めた。2017年4月、妄想キャリブレーションの桜のうさと共に、新ユニット、ラビリスを結成した。インドネシアファッションウィーク2013にて、電波組、インクメンバーにおける、ドジッコ担当とされる、方向音痴であり、 最初にディアステージへ面接に行く際も途中で道に迷ったという。麦茶、生クリーム、大根を苦手としている。猫グッズ集めが好きである一方で、自身は猫アレルギーである。食品衛生管理者の資格を持っている。メンバーカラーである白以外に黒、赤、金も好きな色として挙げており、本当は黒が好きであるが、サイリウムの色として対応できなかったために白を、 選んだ胸が述べられている。小学生時代は自宅マンションの上の木材橋に住んでいた女の子と最も仲が良く、その子からの影響でラジオ番組を日常的に聞くようになった。きっかけとなった番組は文化放送の古本慎之助茶パラスカウーで、そのあたりから無意識にアニメソングや声優ソングを中心に聴くようになったという。 中学進学後から漫画に興味を持ち始め、自宅近くの古本屋に通って絶版になった少女漫画をよく読むようになった。好きな作品として美少女戦士、セーラームーニや少女革命ウテナを挙げており、特に少女革命ウテナは人生における自分の趣味を左右している作品であると述べている。この経緯から当時の将来の夢として、 声優を考えるようになった一方で、二次元の世界のピュアさと現実世界を比較するようになり、なぜこんな不誠実で綺麗でもない世界で生きていかなければならないのか、二次元になりたいという思考に陥るようになったという。これが俗に中二病と称されることは後になって気づいたとしており、現実を直視せずに生きている感覚に強い違和感を感じていたと述べている。 高校卒業後に働き始めたメイドカフェが閉店し、ディアステージに入店するまで一時期に引きこもり、状態になった際にもラジオは聴き続けており、ある日流れてきた坂本麻也の楽曲、指輪を聴いて感動し泣いてしまったことをきっかけに、声優への憧れが再燃する。当時在籍していた服飾の専門学校は、声優の専門学校への進学を親に猛反対。それで、 仕方なく通っていたものであったため、まともに通えていなかった。そこから、声優になれなくとも、アニソンや声優に近い仕事に就きたいという思いが、募り、再び、秋葉原を調べていった結果、ディアステージへの勤務へ繋がることとなった。これらのラジオ、中二秒に関するエピソードは、スシングル、WWD の歌詞にも取り上げられた。自身のキャッチフレーズである、 2.5次元に関しては、好きな声優のラジオ番組を聴いている際に、2次元である、アニメに声で生命を吹き込んで3次元の存在へ、具現化する声優は、2.5次元なのではないかと、感じたことや、学生時代に、コスプレイヤーも2次元から3次元へ具現化するから、2.5次元、ではないかと感じたことを踏まえて、今までの人生で無意識にそういう道を選んできた、ことに気づき、 キャッチフレーズとして採用した胸を述べている。相沢によれば、2.5次元という言葉が世の中に出て、来るずっと昔から自分は使っていたとしている。2次元から受けたインスピレーションを具現化したものを、そういうことが好きな人たちにもっと届けていきたいという考えを持っている。2015年夏には自身の持つ2.5次元の世界を表現した展覧会。 相沢理沙リサ生誕記念展、メメントマイナスを東京都の仙台空間にて開催。同展覧会には、天城派ハ4、池内啓人、東ズマカナ本しおりといったクリエイターが参加した。リーダーに関しては、シングル、ピコピクピカって恋してよの発売が決定したあたりで、メンバー同士の関係がうまくいっていない時期があり、その際メンバーをまとめていたのが相沢であったため、 ミーティング上で、プロデューサーのも、福ちゃんから指名されて決められたとしている。相沢によれば、普通のアイドルグループだったら、絶対リーダーなんてできないと述べており、電波組。インクは6名それぞれ、考えをはっきり言うタイプであるため、仕切るより、なだめる役に徹することが多いことから、仕切りができない自分が選ばれたのかもしれない旨を、述べている。メイド時代から、電波組。 インク結成当初までは芸名として西村めめを名乗っており、2010年8月15日に藍沢理さえ解明している。藍沢自身は最初の芸名を気に入っており、違う名前にすることで現実の自分をリセットする意味もあったとしていたが、周囲より画数が悪い、秋葉っぽすぎる、萌えっぽすぎるなどの指摘を受けて解明を打診され、最初はかなり抵抗し、 解明するか否か相当迷ったとしている。ありがとうございます。